皆さんこんばんは。小室由里のネットでウィークエンダー、今週も始まりました。はい、はい、なんかファスティングを始めたそうはい、急にですけど急にね、はい、衣装変わったと思った人は多分前回の動画見てもらうと分かるんですけど、うん、私ずいぶんすっきりしてます。スリムになって、はいはいはい、なので顔がね、はい、両津の顔の大きさがだいぶ違うなとそこに来ますか思われてるかもしれません。ね、はい、またシュッとスリムになってより綺麗になった、はい、小室由里のネットでウィークエンダー今日の最初のネタ、最初のネタってことないか、毎週1個しかやってないですもんねそうどうなんでしょうか、美人で困ったこと、うんうん、困ったことありますか。困ったことは、はい、あんまりないかな。なるほど、うん、そっちを否定して美人は否定しないわけですそう、はい、じゃなかったらこの仕事できませんって、一応そこはねベースなんで。なるほど、はい、はい、美人で困ったこと、交際を断って罵倒されました、うん、で男性の行為には不快感しかないと嘆く30代女性、うんうん、2月11日の朝8時にアップされた記事ですね。キャリコネの記事です。はい、はい、中身を見ていきましょう、うん、美人な女性には人知れぬ悩みもあるようだと。あ、うん、まあ、例えば職場で三股とかの噂を流される、うん、30代女性コンサル系、うん、40代以上の既婚男性から狙われることが多く、もう全員嫌いになる金融保険系の40代女性、まあ、多分これ保険外交官でしょうね、うんうん、日清レディーとかそういう人たちじゃないですかね職場であの人って元風俗嬢だったみたいよとありもしない噂を流されている、うん、60代女性、これも金融保険系ですね、うん、まあ、これなんかは職業差別とかまで入ってきてますよね、むしろね、ありもしないですもんね、うんうん、っていうことですね。まあ、あったとしても別に差別されるものなのかっていうのもありますしね。まあ、でも噂ってほら、うん、尾びれ背びれがついていくじゃないですか、まあ、そうするとね、うん、っていうのはありますよね。で、うん、そういえばと思って思い出したこと、うん、こう三股の噂を流される、はい、これは私三股ではないんですけど、うん、はい、仲良く話す男性ってやっぱりいるわけですよ、うん、はい、そうするとすぐに、うん、あいつら付き合ってんじゃないのみたいなことは正直あります、うん、なるほど、うんうん、で2つ目、はい、40代、これ私もそう狙われることが多いんですね。これがまた、はい、ここが問題、これ既婚男性、ここなるほど、何なのって思うぐらい、はいはいはい、ぶっちゃけありますよ、うん、うん、まあ、他に行くとかないんだろうなと思って、うん、はいはいと思ってますけど、はいはいと思ってますけど、さらりと交わしてるわけですね、うん、で3つ目、はい、私元 AV 女優なんで、ここは何の間違いもないです、まあ、噂でも何でもないっていうはい、はい、ですから何ですかってよく言いますけどね、うん、まあそうですよね、うん、はい、だから何で続けていくとですね、これ私よくわからないんですけどね、うん、まあ、都内に住む30代女性、流通小売系、まあ、アパレルかなんかやってらっしゃるんですかね、美人であるがゆえに何かと苦しい思いをしてきた人と、一人と、うん、で大半の男性から好意を向けられます。でも交際を断ると差別的な暴言をぶつけてくる男性が多いです、うん、男性からの恋愛感情は不快感しかないですと憤る、うん、大学時代にある男性と交際をしなかっただけで、お前はクリスマスケーキなんだぞと言われました、うん、この子意味が分かんないんですよね。私クリスマスケーキなんだぞってどういうアピールなんですかね。食うか食われるかどっちかってこと、うん、食べるしか価値がないってこと、つまりセックスしか価値がないってこと。ああ、まあなるほどね。季節物で一回食べたらそれでおしまいだぞみたいな、そんな意味なんですかね。あとはお飾り、あ、飾り物みたいな、うん、男の飾り物ってことかな、うん、なんか謎の言葉ですよね、うん、これね、うん、うん、まあ、やっぱ中身よりはそのきらびやかなものとか、はいはい、アクセサリー的な意味合いなんですかね、うんうん、
味よりも見た目みたいな、そういうことですかね、はい、ちょっと一個飛ばしたかな、あ大丈夫ですね、飛んでないですね、うん、でこれがですね、うん、まあ上ちょっと飛ばして、職場や飲み会に行くとき行って、うん、私の周りに群がってきては容姿を褒めて寝踏みしてくる男性陣がいて、うん、で他の女性を下げてまで私を褒めてくる男性もいます、うん、少し離れ背番号を持たれ、ストーカーになったり、付き合えないと分かると憎んだり、自分の年齢を棚に上げババア呼ばわりされたり、うん、っていうのがある。でまあ飲み会の席でこう言われたってことですね、うんうん、ババアにしか見えない俺は女子高生が良かったなって、うん、まあ何様かっていう話ですけどね、うん、後で言いたいこと言ってやろうで一方的に群がってきて付き合えないと分かるとセクハラに、ストーカーに、暴言暴力って絶対おかしいでしょ、まあ、おかしいですよね、まあ、確かに、うん、クリスマスケーキとか、うん、アラサーは半額とか、女性の年齢を悪く言うのも男尊女卑だと気づいてほしいですよ、うん、アラサーは半額って何の額だって話ですけどねこれ、うんうん、じゃあ20代は全額なんですかってしまいますけどね、だからもうあの何の金額かっていうところからもうツッコミどころ満載で、はい、おかしいとしか言いようがないですよね、うん、はい、私こういうのってやっぱり言われたことがない側なんですよ、うんうん、でなんでこう言われないのかな、こうセクシュアル発言的な被害が自分は受けてない、はい、あ気づ多分気づいてないんだと思う、自分で自分がってことですね、うん、本当はいっぱい言われてきてるんだと思うんだけど、はいはい、うん、気づかないのはなんでなのかな、うん、他の方がセクシュアル発言だ、私は傷ついた、うん、あの女性蔑視だ、うん、で私が思わないのはなんでなのかなって思うと、うんうん、女性蔑視的な発言に対して全部カウンターをしてるんだって思ったんです。カウンターそう、うんうん、カウンターのやり返してる、やりそうだな、うん、性的な知識を持ってる、うんうん、なるほど、から、うん、全部カウンターで打ち返してるんじゃないかなって、あ、うん、まあ、あえて何かを言うとかっていうよりも、うん、なんか存在的にカウンターになったみたいな感じですか、まあ、存在はカウンターではあると思うんですけれども、はい、その存在と面白いこと言うね。いやいやいや、ちょっとあの言葉が どこに向かってるのかなってちょっと思ってたんです。ごめんごめんごめん。はい、私も今ちょっと探り探りで話をしてたんですけど、うん、はい、まあ、存在はカウンターであると。うん、そこにじゃ中身を、はい、中身を付け出すとすれば、うん、じゃあ荒さんは半額だと言われたとしますよ。うん、はい、じゃあ多分これって、うん、その性的価値、うんうんうん、女はほら、うん、あの20代が美味しいみたいな、はい、うん、こう。もう男性社会の価値ですよね、うん、はい、これを言われたとしようと、うん、あらさ、あなたも半額ですよと、もう女の価値半分に下がってるよと、うん、じゃあここに対して私が何を思うかっていうと、うん、はい、じゃああなたのペニスは今角度何度ですかと、はい、そういうことでしょって、なるほど、うん、アラサーが半額で女の価値が半分になってるのであれば、うん、あなたの30代であなたの角度、うん、まあ、こうよくやるじゃないですかこういうのは、うんうんうん、ね、20代30代40代50代あなた今どこですかと、はい、うん、こういうことをさらっと返しちゃう、はいはいはい、うん、それは結構大きなカウンターですね、うん、だから、はい、うん、私には、うん、そういう性的な差別的な発言みたいなものも少ないし、私自身もこのカウンターを持ってるからあまり気にしなかったと思うんですよね。なるほど、うん、まあ、ただでもそのカウンターを突きつけてしまうと、もしあれじゃないですか、相手が本当に元気な男性、しかも高齢の男性だった場合に、うんうん、またあのいつもの同調圧力みたいなものにつながってきませんか、まあ、強い男がすごいとか、やってる男がすごいみたいな、うん、まあそれも確かにあるかもしれないな、うんうんうん、あのもしね、もしそうなった場合って、うん、はい、まあ、女性もみんなで知識を持つっていうことも一つ大事になってくるのかなって、うん、はい、うんうんうん、その男性対女性っていうこの構図をね、うん、作るわけではないんですけど、うん、じゃあ男性がその同調圧力で強い男がすごいというのであれば、うん
知識を持っている私たち女性もすごいんですよってなっていけたらいいんじゃないかな。でも私なんかはそのセックスっていうものを知識として今提供してる、過去はそれを動画として、見た目的なところの性的欲求を皆さんに、特に男性にね、満たしてきたと、だから今私ここ知識を提供していることで、性的な弱みが何もないっていうなるほどところに行くんじゃないかなって思うんですよね。本当にあの見事なぐらい飲み会とかでも全然、むしろ私が例えばじゃあ醤油皿、醤油の小皿、すいませんお醤油入れてくださいって言うだけで男性たちがざわつくっていう逆のことが起こるわけですよ。なるほど。私ただ醤油お醤油を入れてくださいって言っただけなんですよ。でもそこに勝手な想像と妄想を抱いて喜んでるのは男性たちで、またこれ逆セクハラですかと、なるほど、はい、いろんな場でこうね性的欲求を満たせるっていうのは、私の一つの取り柄ではあるんですけれども、それは角度を変えると自分の盾にもなってるなと思うんですよ。なるほどですね。私が強すぎるだけこれ、っていうか、何ですかね、周りのその男性の方の、女性と見るとその対象というふうな考え方、感覚っていうのも、ちょっとあるのかなというか、問題なのかなと。この間、ちょっと若い人たちと、オンライン、クラブハウスとかですね、そういうところでお話をしたら、友達の女性の家に泊まって、2人でその部屋で泊まったらしいんですよね、彼女、その友達の家に、で、男女何人かずついて、女性が「いや彼は誰子のところに泊まってきたから昨日泊まったらしいんで今日はやってるはずだ」みたいな話をしたら「いやいやそんな感情全くないよ」って、で全然そんなことにもならなかったしっていうような話があって、若い人たちって今そういうの感覚普通なのかなっていうのをちょっと思ったりしましたよね。ああ普通なんでしょうね、性のこうセックスとか性のハードルはすごい低いから、我々40代50代の人間よりはもっとフラットな感覚で男女のお付き合いって進んでるんじゃないかなって、ちょっとびっくりでしたけどね、私たちの世代で友達の女性の同年代ですよ、家に泊まりに行って、しかも20代ですから、飲んで友達のとこ泊まって、女性の異性のとこ泊まって一晩何もないって普通ないんじゃないかなって私は感じちゃいますけどね。私もない。それなりの気持ちを持ってやっぱり行く世代では世代ですよね、それってね、あると思いますね、どんどんそういうふうに変わっていくと、またそのね、周りの目とかもありますから、泊まりに行っちゃうのが実際いいか悪いかっていうのもまたあるとは思うんですけど、そういうフラットな付き合い方ができるような、なんか刷り込まれた意識が抜けていった感覚っていうんですかね、できてくるといいのかなっていうのは少し思ったりしました。そうですね、男性はそういうね、意識を少し抜いていただくっていうのも今後の社会にとっては必要なほどスキルだと思う、男性のスキルとしてそういう性的概念を変えるっていう方向に向く、すぐは向かないし、多分に、抜ける人も抜けない人の方が多いのかもしれない世代ですね。そうそう、けど、そういう時代に来たのかなって思ってもらうことが多分もうスキルだと思うんです、でこのスキルを私たちは次世代につなげて、じゃあ20代10代の、子どもたちにその方向を変えるっていう時代に来たんだよって、俺たちこう思ってるって、君たちはって聞いて、こう情報交換をして、その性に対する知識をシェアをしていくことが社会を変えていくことの一つのきっかけになるんじゃないかなと思ったりするんですよね。わかりました。
まあ、とはいえ多分、うん、このババアにしか見えねえな、俺は女子高生がいる20代はいいよなみたいなのって、うん、消えないは消えない、うん、でこれに対してあのやっぱ女性がね今この社会で生きていくためには、はい、やっぱりカウンター盾になるものっていうのも一つ持っておかないといけないなと、うん、これは女性側のスキルとして持っておかないといけないなと思って、はい、これを聞かれるのが、うん、女性の保険業の方から聞かれる、はい、ああなるほどですね、うん、はい、まあそういうトラブルは多そうですからね、うん、はい、っていうところでじゃあ、うん、スキルとしてどんなものを持ってたらいいんですか、うん、っていう中では、うん、トークスクリプトを一つ、うん、トークスクリプト、そう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 、あれですね、あの営業さんがよく使うやつですね、こう言われたらこう返すみたいな、で、うん、男性って、うん、まあ領事もご存知の通り、うん、ね、この画面の向こう側に皆さんもご存知の通り、はい、うん、あなたもです、あなたも、はい、あなたもですよ、はい、ノーと言われるとへこむじゃないですか、うん、まあそれも個人差ないですかね、でも、まあ、個人差あると思うけど、当然私はへこみますけどね、あ、これ領事はへこむですね、はい、はい、多くの男性がへこむと思います、うん、はい、なのでノーっていうと男性はあの自分の存在自体をノーと言われたと感じがち、そんなところはあるでしょうね、なのでだからなかなか言い出せないっていうところもあるでしょうしね、そうそう、はい、それを先回りして女性は感じてしまうから、うん、ノーと言い出しづらい、うんうん、気を使ってしまうっていうのがあるから、うん、はいはい、そこをノーと言わずに少し引いてもらうっていう、うん、はい、相手と、そう、相手に引いてもらうっていうところを考えていくと、うん、まずはありがとうと、相手のその思いとか欲求とかまず認める、はい、やりたいと思ってくれてありがとう、そうそう、私に女性的な魅力を感じてくれてそれは嬉しいです、ありがとうございます、うん、でもごめんなさい、うん、私はそうは思えないと、うん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 、でも、うん、まあよくよくあるけれども、はい、今後もいいお付き合い続けていきたいので本当にありがとうございますと、うん、イエス、ノー、イエス、イエスで挟むっていう、なるほど、これは一つのスキルになってくるかなと思いますね、うん、なるほどですね、なんか褒めるとき、あ、うん、じゃあ相手のじゃあプレゼンをこう修正したいというときによくよくある、あなたのプレゼンテーション素晴らしかった、うん、強いて言うならここをちょっと直した方がいい、でも全体的にはすごく良かったですみたいな、うん、はい、うんうんうん、イエスを挟む、はい、イエスサンドイッチって言ってみたらどうでしょうか、なるほど、うん、なんか綺麗に今日は振る舞いにまとめていただいたみたいな感じで本当、はい、マジで、ええ、ごめん、大丈夫ですね、はい、まあでもね、ババにしか見えない俺は女子高生が良かったなって、これ風俗に行った時に言う言葉ですよね、こういうのね、風俗もダメ、風俗でもダメ、風俗もダメあ、そうですか、はい、わかりました、ちょっとパンチをいただいたような感じではい。というわけで今日はこのあたりでよろしいですか、はい、はい、バッチリだと思います、ではまた来週お会いしましょうありがとうございました、ありがとうございました